ではただいまから令和6年度4月の市長定例記者会見を開催いたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さん改めまして、新年度本年度もよろしくお願いいたします。また今日4月15日私自身が2期目のちょうど丸3年目が今日からスタートいたします。ちょうど2期目の任期が折り返したところでございますので、そうした区切りで後ほどございますけれども公約の進捗状況などについても、皆さんにお示ししながら残り2年間しっかりやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。1点目ですね、施政報告公聴会の開催ということでございます。毎年開催するようにしてきたところでございますが、本年度もお示しをしておりますように5月にですね、6会場で開催をさせていただきます。この目的は市民の皆さん方の声を直接お聞きするというこういうようなことが大きな目的でございまして、また今市政で進めていることについて、私の方から説明をさせていただく。で今回はですね、財政構造改善の取り組みというようなことで、市民の皆様から直接ご意見いただく、私の方から概要をお話をさせていただくという、こういうようなことで考えております。1回目5月2日の10時から開催するものにつきましては、オンラインでの参加もしていただけるというこういうハイブリッドの形式で行います。この事前にですね、ホームページ等々で申し込んでいただいて、そして定員が満たないものに関しましては当日の参加も可能というふうに考えております。あとそれから小さなお子様もですね、会場に入っていただけます。託児というやり方を一時してたんですけれども、しかしどちらかというとその託児というよりかもそのかお子さんと一緒にも入っていただくというこういうスタイルの方が子どもと別れずに聞けるよというような人もいるであろうということからこういう形で考えております。4月26日の午後5時半までのお申し込みでお願いしますということですけれども、申し上げたように、だいたいいつも50人きちきちというわけではございませんのでですね、もちろん申し込んでいただくのがこちらとしては数を把握していく上ではありがたいんですけれども、こういうような形で行いますので、市政ニュースでも案内しておりますが、皆様方通じて市民の皆様方にお知らせいただければありがたいと思いますのでよろしくお願いいたします。1点目は以上です。では、質問ありましたらお受けいたします。では発行新聞の2章です。すいません、この財政構造改善の取り組みをテーマにしたこの報告会というのは初めてなんですが、今までもずっと市民の前ではお話しされてきたことはあるんですね。財政構造改善というテーマで市民の皆さん方に公聴会でやるのは初めてです。だいたい1年に1回春にやっているものですから、そういう意味では大きな財政の話というよりかはまた別の切り口で、やってくることもありましたですけども、ただ今回はあらゆる取り組みに関わるといえば関わりますし、また財政構造改善というのは申し上げたようにこのいわゆる業格的な要素ももちろんないわけじゃないですけれども、中長期的には人口が右肩上がりでなくなることも見据えてですね、行政が役割を取捨選択をさせていただくことを市民の皆さんにも認識を共有いただけるんであればありがたいというそういう思いもありますので、そんなお話もしていければと思っています。はい、他にありませんでしょうか。はい、よろしいですか。では、2件目、西宮市100周年まであと1年となりましたので、市長説明の方よろしくお願いします。はい、令和7年来年の4月1日でですね、西宮市政施行から100周年ということで、今年はプレのこの1年ということでございます。そしてこの1年は令和6年は機運醸成の年と捉えまして、記念すべき100周年に向けて市民の皆様方と一緒に未来に盛り上がっていく、そして未来に向けての西宮市の希望を共有をしていきたいというこういうようなところでございます。そういう中で、具体的には
まあ、ロゴマークとキャッチフレーズ、これをまあ決めてきたわけですけれども、このロゴマークとキャッチフレーズを活用してですね、いろいろなところで、ちょうどここにございますけれども、使っていただくという、こういうことであります。使ってもらうというのは、具体的にはですね、例えばもうすでに一部のお店や商店などでですね、阪急1階の名家品コーナーなどで、これ高山堂さんがスイートマーメイドにはこのマークで西宮のマークをつけてもらったりとかですね、あとはこちらのステッカーは水間印刷さんが制作されたもので市役所1階売店で購入いただけるとかですね、あとは酒造会社さんでももう早速この100周年を作って、やっていただいたりなどしておりますので、こうしたことを一つの機運醸成に使っていただければと思っております。で次に、冠付け事業ですね、西宮市、事業やイベントの名称に100周年記念ということで、100周年を PR して、西宮を特集してもらう、先ほどこの、西宮阪急さんのメーカー品コーナーというふうに言いましたけれども、先般も3月から4月にかけて西宮阪急さん6周年というようなことで、イベントですかね、してもらったりしておりまして、これから今年来年にかけてこうしたことを、民間の事業も対象としておりますので、申請していただいてですね、一緒に金を盛り上げていっていただければなと思っております。また100周年の特設ホームページを公開をしておりまして、100周年ですね、今回の、今日までの歩みと、それから冠付け事業の、詳細などについても記載をしております。また今ちょっと皆さんにお配りしてますけれども、この100周年の、簡単な記念冊子ということで、100年のこう歩みがこう横にバーッと書いてあるようなものですね。こういう中で、西宮100年なんだということで、一つの区切りですので、こういうことも機運を通じて盛り上げていければなと思っております。また公式インスタグラムでですね、100周年、西宮の公式インスタグラム100周年盛り上げようとして、開設しております。市内の風景とかイベントを幅広くご紹介をしているということであります。さらに100周年グッズということで、まずはそこにありますけれども、100周年の記念撮影、写真撮影用の記念撮影用のパネル、ウォリバー、こういうようなことで、一緒の100年なんだ、盛り上がっていこうというような感じでいければなと思ってますのと、また今まとめたパンフレットですね、それから今後はいろいろな、もうすでにこうありますけれども製品などでの、グッズと合わせて、市としてはこういう啓発をしていくものを、作って、やらせていただいているというところでもございます。申し上げましたように今年でなくて来年ですけれども、しかし西宮市100年この歴史があるんだというようなことを、市内の中でより広く共有をいただくことで、皆さん方と、前向きに盛り上がっていければなと思っております。私からは以上でございます。はい、では質問がありましたらお聞きいたします。所管からお答えいたします。パンフレットは5000部、発行いたしまして、主に配布場所はですね、市役所の本庁舎の1階総合案内ですとか、政策推進課の周年事業チームで配布をしております。合わせて、我々がこうイベントに出展した時なんかはそのブースでも配布をしていく予定でございます。以上でございます。はい、冠付き事業というのは、なんかこう、漠然としてですけど、何でもいいってことですか、申請は、申請自体は。はい、そうですね、所管からお答えいたします。基本的には、100周年の趣旨に沿ったものということにはなるんですけども、これまで、いろんな団体さんが、取り組んでおられた既存 の, イベントの中でも、これはもう100周年記念と冠付けてやってみようかと思っていただけるようなものがあれば、どんどん申請いただいて、機運調整にご協力いただきたいなと思っております。特別な条件はないんですか、その100
100周年なので100周年記念の何かを一つはやってくださいとかそういうのは別にない。そうですね、まあそういった形を取っていただければ ありがたいのですけれども、冠をつけていただいて、で、まあ、そのイベント等のチラシとか広報媒体にまずはロゴとキャッチを使っていただいて100周年の PR にご協力いただくところからというふうに考えております。はい、他に質問ございませんでしょうか。現時点ではどのぐらいロゴマークとか活用されてるんでしょうか。はい、図書館からお答えいたします。4月1日時点で恐縮なんですが、15団体から33例の、活用の申請をいただいております。申請ベース、はい、申請ベースです。許可ベースだと許可はだほぼほぼいただいたものは現時点ではほぼはい、許可しておりますので。他にご質問ありませんでしょうか。では、西宮市100周年まであと1年という、テーマにつきましては以上といたします。では続きまして、西宮市初企業版ふるさと納税を活用した人材採用についてというテーマで、お願いいたします。はい、続きまして、本市として今度初めてですね、企業版ふるさと納税人材派遣型を活用して、この4月1日、第一生命、保険株式会社様から1名、一般任期付き職員として採用させていただきました。企業版ふるさと納税、というのはですね、いわゆる人材派遣型、まあ、他市でもいくつかやっておるようですけれども、専門的知識、ノウハウを有する企業の人材の地方公共団体への派遣を促進することを通じて地方創生のより一層充実強化を図るものというようなことでございまして、本市としましてはこうした民間企業さんのこうしたノウハウを今般今お話ありましたけれども100周年事業ですね、こちらの方に従事をしていただくということでここに来ていただきました中島真由美さん、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間ということで従事100周年記念事業、任用形態は任期付きの職員ということで係長級ということで、やっていただくということでございます。それでは私から事例を交付し、そして中島さんから、抱負を述べてもらい、そしてその後 QA ということでいいでしょうか。はい、でははい、こちらで失礼通知書をちょっとご質問をしてください。中島真由美、上限通知作業員です。政策局係長に使用する行政職給料表4級に決定する59号級を給与する、任期は令和7年3月31日までとする、令和6年4月1日西宮市長石井敏郎。はい、よろしくお願いいたします。いいですか。お顔を皆さんの方に向けていいですかね。はい、ちょっと近寄ってもらってこれ邪魔ですか。あ、これにしましょう。はい、はい、失礼しましょう。はい、紙手渡しじゃないバージョンを取っていくか、こう紙事例を手渡しじゃなくても見せる感じ、見せる感じ、症状でもないけど事例こんなことまあ、さんもうちょっと笑顔で緊張しますよね、いきなりね緊張しますわ。いいですか。はい、じゃあどうもありがとうございます。じゃあ
座って、はい、抱負を述べていただいて、はい、はい、中島さんからもう少し言っていただいた方がいいんでしょうか。この場所で大丈夫ですか。はい、いいですか。今も初めての方が緊張しているんですけれども、それは地域ですとかつながりを大切にして、西宮市内にお住まいの方には今回の西宮市市政100周年記念事業を通じてさらに西宮市を好きになっていただき、西宮市外の方はインスタ等の周知やイベントなどを通じて西宮の魅力を知っていただき、住んでみたいなとか訪れてみたいなとか思っていただけるように取り組むとともに、西宮市市政100周年というお祭りを盛り上げるように魅力ながらお役に立ちたいと思っております。はい、よろしくお願いします。この案件につきまして質問等ございましたらよろしくお願いします。はい、どうぞ。いいですか。読売新聞の加藤です。中島さん、お名前中島で日本って、はい、今まで第一生命で何をしてこられたんですか。はい、保険金部というところに所属しておりまして、保険金ですとか給付金 の申請書類の点検業務するチーム18年ほどおりました。で、不足書類があったときに申し出を対応するというようなことをしておりましたので、さまざまな年代ですとかさまざまな考えの方ですとかお電話ですお話しするという機会がとても多くて、で、その点では市役所の業務と共通するのかなというふうに思っています。で、その他には業務を行う上での改善活動ですとか、あとは法律化の提案ですとか、あとはチームメンバーの育成とも行いまして、周囲との調和っていう人のつながりっていうのをとても大切に仕事をしてまいりました。本当に第一生命におられてきて、なんか役職とか肩書きってお持ちだったんですか。はい、アシスタントマネージャーです。第一生命さんって東京にはなってますけど、西宮とのゆかりって何かあるんでしょうか、中島さんは。私自身は会社としてということですか。私はもう20年ほどですね、西宮市内に居住しております。住民でいらっしゃる。あ、そうです。応募されたんですか。あ、はい、自分で応募しました。もともと第一生命さんが他の市でやっていらっしゃる中 で西宮市さんもどうですかという話で、あ、ぜひというふうにお話しし、そこでこちらが整理をして、それから社内で公募したことだよね。はい、公募から選ばれる。いやいや、だからこっちが選んだんだよな。こっちが選んだっていうか、社内公募に手を挙げられたと。社内公募で。どうしてこの本を読んで市に行ってたら。西宮に住んでいて、西宮が大好きでっていうことが一番の理由ではあります。で、ただ好きだ好きだっていうふうに言っているんですけれども、今まで特にその市の活動に何か携わってきたかっていうと、それは全然やっていなくて、でただ今回会社で募集があったので、ちょっと私も初めての日本っていうこと でまた異業種っていうことで相当不安があったんですけれども、所属していたチームのメンバーもかなりきっちり育っていましたし、もうそれ以上に何よりも西の宮市っていうのを見て、もうどうしても起こしたいと思って応募しました。特に何がしたいとかいうのはあったんですか。こう今100周年企業ってことはあるんですけど、新職員としてなんか違った異業種とおっしゃいましたけど、してみたいことって何かあるんですか。募集の時には特にこの業務ですよっていうようなことはなかったんですけれども、その前に事前に面談をさせていただいて、100周年の事業をしていただこうと思ってますっていうふうにお聞きして、でも本当に大きな節目の事業でもありますし、
今後100周年というのも二度とやってこないので、そういったところで少しでも力になれたらなというふうに思います。はい、すいません、毎日新聞です。ちょっとすいません、制度あまり詳しくなくてよく分かっていないんですけど、事業版ふるさと納税、これは西宮市は受け入れますよということを表明していて、はい、大地生命さんが寄付したいって言ってきたら断らないってことですか？ご無沙汰してます、すがないですけど。ご無沙汰してます。所管からお答えします。企業版ふるさと納税といいますのは、まあ、企業さんが自治体に寄付をすることで、その寄付額の何割か、まあ、税制優遇が受けられるという制度なんですけども、その中の一つとして人材派遣型というものがありまして、そちらを、まあ、ご寄付をしていただくということになれば、企業様から自治体に対して人材を派遣いただいて、その人件費分相当をまあご寄付いただくというような形で、自治体としてはまあ人件費を負担せずに、まあ、民間の方のまあノウハウを生かしていただいたりとか、組織の活性化につながるということ で企業様方、まあ、企業様としては寄付額のまあ約9割ほどがまあ税制優遇を受けられるということ で、まあ、全国でもかなり活発に取り組んでいただいているような制度になります。あ、そこは知ってるんですけど、はい、その市役所側が受け入れますと言っていると、もうその寄付したいって言ってきたら必ず受け入れるってことですか？まあ、そこは内容とその状況によるという。別にその人材は特に求めてませんとかだったら断ることもあるんですか？どうしよう、まあ、今回が西宮市で人材派遣型の受け入れが初めてですので、まあ、当然そのお話があったときに、こちら側の求める人材像ですとか、はい、企業様が派遣いただける方の職能とか、そのあたりを調整のようなお話がさせていただくんですけども、まあ、基本的にどちらも制度を理解した上でその取り組むということになりますので、そんなにこうちょっとその人材の方ちょっといりませんよって断るというのはあまり考えにくいのかなとは思いますけども、まあ、ただケースバイケースと。こちら側がこういう人材が欲しいですっていうのは PR してるわけではなく、そういった場合もあるんですけども、そういう場合もある、はい、過去にまあそういったお話をまあご相談させていただいて、ちょっと人材がまあ今は派遣できないというような形でお話が流れたこともあるというのは経緯としては、中島さんの場合は別にその なんかこうテーマがあってそこに応募しているわけではなく、向こうさんからのご提案でっていうことですか？そうです。ちょっと横からすみません。政策総括室の堀越と申します。具体的にはもともと包括連携協定を、大地生命が結んでおりまして、そのご縁で大地生命として各市に企業版ふるさと納税を活用して人材派遣を積極的に行っているから西宮市もどうですかというおもしれが最初にございまして、でそれにあたって町内でどんな分野が良いかということを調整して、まあ、こういった100周年事業はどうでしょうかということで、あとはその採用にあたっての人事的な条件が折り合わないといけませんので、そこら辺はまあ人事同士で打ち合わせさせていただいて、で先ほど中島さんがおっしゃってたように、社内でこういった西宮市への派遣があるけどということで、中島さんが豪語される、で西宮市と最後面接して、まあ無事、話がまとまったというのが今回の流れでございますので、まあ、こちらが求める人材をお持ちの企業様が、まあ、そういった制度にそもそも興味がないという企業様だったり、人材派遣する余裕がそもそもないということで、まあ、うまくいかない話もありますし、さっき言った人事面のところが合わないとやっぱりちょっとお話が流れることはありうると思いますが、はい、基本的にはそういった調整を経た上で決まるものだと考えております。そうするとこの企業版ふるさと納税の趣旨は、専門的知識ノウハウを有する企業の人材を地方公共団体で活用するってことだと思うんですけど、とか中島さんのもともとのご専門とか専門的知識とあまり関係ない業務についていただくっていうのはなんかどういう意味なんだろうと思うんですけど、まあ、ご本人がやりたいとおっしゃってるんだからすごいいいことだと思うんですけど、はい、100周年担当よりお答えいたします。やっぱり100周年の事業を進める上では、コミュニケーションをあらゆる団体様と取って進めていくという必要があるんですが、まあ
内部で の, そのお仕事ということではありますけれども、やはりその顧客様とあのお話しする中で非常にこう高いコミュニケーションスキルをあの持っておられるというのはもう日々お仕事をしていて感じるところで、そういったところを、まあ、いかんなく100周年授業でも発揮いただけるのではないかなというふうにあの我々としても期待しているところでございます。わかりました。今日もあの毎日新聞の一昨日の毎日新聞の池上さんと上田先生の対談にあった、そういう専門知識というこういうことではなくて、いわゆるリベラルアーツ的なそういうあの素養をあの彼女が広い意味であの民間の観点から持っているという、そういうことなのかなと、はい、稲田記者の質問を聞いていて思いました。他にご質問ありませんでしょうか。では、西宮市発で企業版ふるさと納税を活用した人材採用に続けるテーマは以上とします。どうですかね、あのこの前で中島さん写真今撮っていただきましたけど、あちらの100周年パネル前とかはもう よろしいですかね。これ終わってからしよう。終わってからにしましょう。ちょっと待っといてください。はい、終わりました。はい、じゃあ、はい、最後では、次のテーマ、市長公約の進捗状況の公表について、よろしくお願いします。はい、はい、4点目でございますが、あの冒頭申し上げましたように今日から昨日でちょうど2期目の丸2年が終わったということであります。そうした中で今回今月の定例会見もこの日でありましたので、まあ、このタイミングでですね、この2年間私が前回100プラス3という公約を市長選の際にお示しをいたしましたけれども、その進捗について、ご報告を中間報告をさせていただいているものであります。なおこの中の令和5年度までの実績取り組み状況、それから令和6年以降の取り組み予定、まあ、これはあの、それぞれの担当部局と私自身協議をする中でですね、書いたものであります。一方でこの進捗状況については、これは前回の1期目の際もそうでしたけれども、これなかなか難しいんですが、まあ結論的には私なりに客観的に見て書いた私の主観でございます。そういう中で全体的に達成または計画的に進行中と書いてある我が59項目、一部進行中が36項目、検討中が5項目というようなことでございます。まあ、まず冒頭100プラス3のやつは一番最後のページのコロナですね、コロナの3つで19ページのところに項目ございます。まあ、これについては客観的な主観を申し上げれば○○○と書きたいところなんですけども、コロナはもうちょっと一段落したという文脈の中でもありますので、ここは対象外といたしました。それから全体的に59、36、5というようなことでですね、2年前に私が思っていたように進んでいるものとそうでないものは正直ございます。いずれにしましてもこれから残り2年間の間にですね、検討中のものが丸ないし三角に、また三角のものを丸に、また丸のものは丸が維持できるようにしていければというように考えております。私からはこれに関しては以上になります。では質問等ございましたら受け入れします。市長ご自身、まあ、この2年間で59項目ですか、どのように受け止めてはるんですか。まあ、こんなもんや、調子よくやってるなという、いや順調に、いやなかなか思い通りになってないなということと、私自身のもう一頑張りしなければいけないものと、あとは一方で逆もありまして、うまく回せてるなというようなものもございます。だからまあそれが私自身としてどうかと言われると、現時点で丸が59個というようなことであればですね、自分で自分の合格点だなといういうところにはもう一頑張りいるのだろうなというふうに思っています。
もう一頑張りできてないとかって言ったらいいんでしょうか、まあ、理由といいますか。もちろんこの財政構造の話だけではないですけれども、現場の方々とよりもうちょっとコミュニケーションしていくようなことであったり、あとこの財源の問題であったり、いろいろな問題があります。そこはちょっと表現の問題でですね、もう一頑張りしなければいけないというので、ある意味自分自身を鼓舞しているところもあってですね、そういう意味では何かが頑張りが足りなかったからできてないということではなくですね、逆にこの残り2年間で、さらに頑張りたいというこういうようなちょっと関連的な答えになりますけど、そういうことかなと思います。あと一方でそのやっぱり2年間の中でまだちょっと仕込み中でですね、丸とするにはきついなと、まあ、だけれどももう少し市民の皆さんにもうちょっと立てば丸と言える材料が整うものもありますのと、そういう性質のものもいくつかございます。ですからそれが具体的に何かと言われるとまだ最終的に整ってないところですけれども、しかしいくつかのものは、ああなるともう一段上げて報告できるというようなこともいくつかございます。なので2年間というのがそういう意味では2年間でパンとできる性質のものもあれば、やっぱり時間かかるものも正直ございます。特に言いながら2期目というところもあると思いますけれども、まあ、その1期目とまた違った2年折り返しではないかなと思うんですけれども、まあ、その1期目からの積み上げの部分もあるかと思いますが。そうですね、まあ、そういう意味では1期目の時よりも2期目の方がより公約そのもののリアリティは上がってきてるんでしょうけれども、一方で逆に1期目の時に示したものと比べるとハードルの高いものもあるのかなと思いますので、その中で、まあ、バツバツバツというようなわけではありませんので、ですね、それなりにということを言い方をさせていただきました。子育て中の身からすると、例えば18歳までの医療者の負傷化というのは財源が今ない中であと2年にできるのかというのも思うんですけれども、そこにもどうやったっていうところの思いがどうそうですね、まあ、こちらについては、まあご案内のようにまず所得制限なしで、補助というのを高校生の世代まで伸ばしたというところはいきました。なのでこれがこの先どこまでいけるかというのは、これは全体の財政問題と大いに絡んでくることでもありますので、引き続いて今なので参加というようなことで一部進行中ということでありますけれども、これに限らず丸に近づけていけるものは近づけていきたいなと思っています。これは、すみません、財政構造改善の関係でもうほぼほぼ不可能というか、例えば健康ポイント制度っていうのはもうやめるって決めてましたよね。いや、それはまだそこまで言ってないですけれども、ただおっしゃるように確かにいいポイントでございまして、バーになっております。そういう意味では2年前にはですね、立ち止まって検証するというところまでは考えてはなかったですが、結局この今ちょうど丸3年目なんですね。で、公約書いた時はあれは1年目かなんかということだったんですけども、そういう中で、かけているコストが適正かどうかということを立ち止まって評価しようというのが今の段階です。なので、2年前に始めたその時と今の状況、財政構造の問題ももちろんこれは関係はありますが、それも含めてですね、検討中という、ちょっと若干引き気味な評価に今度の点はなっております。これはこのなんかその方針を変えて検討 したらいずれ三角や丸になるんですか、それとももう方針転換ということで何点かはもうちょっと無理だなというふうに感じてらっしゃる面もあるんでしょうか。健康ポイントのことですか。他も含めてなんかその2年前とちょっと状況違うなということで、まあ今この半分の段階でそれを生きてしまうのもどうかと思いますが、ただ現実問題ですね、そういう項目が全くないわけではないと、要するに
2022年4月の段階でお示ししていたもので、結果として最終的に全部が丸がつかない可能性は可能性としてはあるのかなと。この、検討中 の、 この、まあ、横線のところなんですけど、5件しかない中で、まあ、ある程度その健康ポイントとか、あとはお金がかかる、この認知症無症診断制度とかで、まあ、一定程度のお金がかかるもので、なかなか難しいのかなとか、この施設を誘致するとかですね、まあ、なんとなく理解できるんですけど、93番目の市民の声を政策提案に取り込む仕組みや、市政評価に反映させる取り組みって、なんか割とやりやすいというか、そのお金がかかるとかそういうものでもないような気がするんですけど、ここがこの検討中になってて、ちょっと遅れてる理由って何なんですか？ここはですね、まず令和5年までには、LINE によるパブリックコメントの受付とか、まあ、市政モニターは今に始まった話じゃないですけれども、やってはいるんですけれども、実は、まあ、他自治体でやっているような市政、の、まあ、評価みたいなことをやれたらいいなと思っていたことが正直ございましたが、今ここが三角をつけるまでに煮詰められていないというのが正直なところでありまして、ね、より、じゃあなんで三角というと一部進行中ということなんでですね、今現時点は書いてある令和5年までの取り組みのところで、今日までのところと全く変わっておりませんので、基本的にはそこについては逆に三角をつけるのもおこがましいかなというようなところでですね、バーにしているということであります。この構造改善の財政構造改善の時もそうですけど、その市民の声を反映させる馬もなくですね、危機的状況ということで、どん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 市長主導でいろいろ政策が進んでますけども、なんかこの辺を市民の声を反映させることをちょっと軽視しているのではないかと思うんですけど、そうではないですか？それは新たな取り組む仕組みって書いてあるんですけどね、そういう意味で今回5月にも市民の皆さん方に財政構造の話を直接させていただくことをしておりますので、軽視しているというつもりは毛頭ございませんですけども、で私がこの仕組みとか姿勢評価と書いた政策を書いたものがですね、ちょっと自らの進捗として、三角をつけるには、じゃあどの仕組みかということに対してですね、今の段階で答えを作りきれていないことでバーになっているという、こういうことでしょうか。はい、今回これ進捗について の、 市長の、客観的主観評価ということなんですけども、はい、これ今回、まあ、2年目なので、まあ、中途評価ということだと思うんですけども、最終年とかに向けてですね、その、進捗、まあ公約に掲げて当選されているので、まあ、これが市民の負託を受けてやっているということであるとは思うんですけども、例えばこのやったことが本当に市民 の、 その、まあ、幸福度というか利便性の向上とかですね、そういったことにつながっているかどうかの評価というのも今後やっていくんでしょうか。例えば時々側分する銅像ベンチのなんか設置はそんなにいいことじゃないっていうような意見とかもあったりするんですけども、それによって何が良くなったのかっていう、まあ、アウトカムなのかの部分っていうのをもう少し検証されていくような予定っていうのはあるんでしょうか？それは大きな意味ではすごく大切な視点かなと思います。一方でそれを市がやるかということについては今ちょっと答えは持ち合わせております。だから要するに市としてはその一つ一つこれがこれのことによってどういう評価がどういうような市民のウェルビーイングが上がったかというようなことを市の施策としてやるということは考えておりませんけれども、ただ一つ の、 そのそれぞれの施策に対して、まあ私自身が政治活動の中でお話しするということはあるかもしれませんが、いずれにしましても今の記者の質問に対してはするしないというようなことも含めて答えはありませんが、ちょっとまあそうしたご意見があったということは受け止めさせていただきたいと思います。なお今言及された一つの政策ですけれども、その点も厳しい評価をいただいているところもあれば、こんなところに置いてもらってよかったという声は実はそこそこありましてですね、そういう意味ではなかなかネガティブな声というのは時々大きく聞こえますですけれども、この辺での話、施策に関しては、
すごく素晴らしいわというようなことではないんだけれども、会って助かったとか、あ、ここが居心地よくなったというような、そうした声もいくつかあるという、私自身も聞いておりますし、所管からもそういう声を聞いたということもございます。まあ、一方でもちろん置いたところでですね、6、70箇所置きましたから、あ、よかったというところもあればですね、ちょっとここがどうだったかなというところもそれは正直あると思います。まあ、何事も思ってやったことが全部当たるということばかりではありませんので、そういう意味ではそうした中ではじゃあどうして、そうした評価をいただくことがあるのかなというようなことも含めて、それは検証したいと思います。はい、ご質問よろしいでしょうか。でしたら、市長公約の進捗状況の公表についてというのは、ここで一旦、終了といたします。この今日のテーマ以外で何か、ご質問がありましたらお受けいたします。そうだ、では、令和6年4月の市長定例記者会見を終了といたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。